皆さんこんばんは、 MK です。ゼルダの伝説トワイライトプリンセス HD パート65やっていきましょう。今回も前回に引き続き影の宮殿の方を進めていければと思います。なんだかここにいる魔物みんな影の魔物だからちょっと気味が悪いよねと思う方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。なんだあいつ、え、ザントの頭みたいなのがいましたけど、これも魔物なんでしょうか。とりあえず切りかかってみましょう。なんだかビームを出してきておりますが、あ、攻撃は効いてるっぽいな。え、倒した？どこ行った？うわー、びっくりした。ちょっといきなり出てくんのやめて。ホラーゲームじゃないんですから。これで倒したという判定みたいです。そして宝箱が出てきましたが、ザントの頭は魔物ってこと？え、じゃああいつも魔物に取り憑かれてるとかそんな感じ？いまいちわかりませんが、とりあえず小さな鍵をゲット。といっても小さな鍵なんて使うところありませんが、あ、フックショットか。ぽいですね。多分フックショットで上に行けるので、これで OK、先に進んでいけということでしょう。ちょっとダンジョンマップとかまだ持ってないから全貌がつかめませんが、一直線ではあるみたいですね。よーし、さらに先はなんだこれ？え？黒いもやみたいなのがありますけど、あの中にザントの頭が出てきました。じゃあとりあえずここ降りて、スイッチかなんかか、違うな、これスイッチじゃないよね。壺もありますけど、壊せばとかでもないと。え、これ中入っちゃっていいの？でも入るしかないよね。行くよ。はい、じゃあ中に入って、うわー、びっくりした。何、あ、ウルフリンクになったけど、どういうこと？リンク気をつけな。この中では光の者の姿ではいられないよ。この黒い霧はザントが魔力で作り出した光を吸い取る影の結晶。精霊の光を奪い、ハイラルをトワイライトに変えていた張本人なんだ。元の姿に戻りたいなら霧を抜け出してから私にいいな。なるほど。ってことはこの影の中、ウルフリンクだったら動けるということですね。よーし、じゃあこれでザントの頭を範囲に入れて攻撃していきましょう。 OK、 いいぞ。なんだかんだいけてるな。あー、ただ注目はできないっぽい、暗いから。 OK、 まあでも倒したから宝箱を出現させることはできましたと。そして、おお、手前にも宝箱出てきた。一石二鳥でありがとうございます。じゃあまずは手前から行きますか。ちょっとで、うわー、びっくりした。もうやめてよ、そういうの。ちょっと影の宮殿入ってからホラー展開が多くて困っちゃうんですけども。はい、中には何が入っているんでしょうか。お、このアニメーションが入ったということは、コンパスかダンジョンマップだと思います。コンパスからちょっと珍しいな。大体こういうのってダンジョンマップから手に入るもんなんですが、これじゃあ自動的にさ、オッケー、変えてくれんのね。じゃあわざわざミドナちゃんに言わずに、ちょっと中に突っ込んでね、ウルフリンクに変わりたいと思います。ってことはここがダンジョンマップか。いや違うな、アニメーションが入らず、小さな鍵。え？ダンジョンマップは？じゃあとりあえず上に進んでいきましょうか。フックショットを引っ掛けるところはありますからね。なんかこの引っ掛けるところも赤い光が宿ってて若干気味が悪いですね。あまりここを長居したくないので、ちゃちゃっと先に進んでいきましょう。で、さらに奥も、これ一直線か？だったらめちゃくちゃ助かるけど、マップが単純な方が純粋に攻略はしやすいですからね。そしてロードが入ったってことは、これ中ボスか？ありえるな。ふっ、なんだ？謎の光の玉みたいなものがありますけど、え？絶対中ボスだよね。こんな広いところでさ、直接あそこに行かせてくれるわけがないと思いますけど、あれ行けるか？あ、行けないよね。ムービーが入って、リンクが近づこうとしますけど、なんだ？うわ、やっぱりそうだ。え、あいつらか？だとしたらめちゃくちゃ簡単なんですけども、ホログラムのザントが出てきたぞ。どういうこと？何そのでっかい玉。やめて。ちょ、何をしようとしてる？何をしようとしてるかだけ先に教えていただいてもよろしいでしょうか。あ、謎の穴を開けて、赤い穴、ちょっと珍しくない？おお、なんか出てきた。ちょ、やめて。めちゃくちゃ体力、ちょ、回転切りが一番多分やりやすかったんですけども、まあまあまあ、ゴリ押しでもなんとかなりました。こいつ直でいけるか？おら、オッケー、いけるぞ。待て、どこ行った？追いかけろ。ちょ、おい、ワープすんのずるいだろ。どこだ？どこ？ちょ、どこ行った？ちょ、見えないよ。ちょ、どこいる？ああ、オッケー。こいつさ、追いつけば多分さ、攻撃前に攻撃できるわ、こっち側から。どこ行った？おい、どこ行った？ああ、ダメだ、間に合わなかった。そして間に合わなかろうが、うわあ、気持ち悪い。ちょ、怖っ。
大量に出してくんのやめて。まあ言うても薬とかあるから、まあまあまあ体力的には大丈夫でございますが、はい、さらにそこ攻撃しようとしてるのをなんとか防いでいく。やっぱり攻撃前に攻撃入れれれば一方的にダメージ与えられるな。で、うわ、どこだよ、痛い、あ、違う、どこ行った、今度はどこ行った、痛い。で、丸い弾出すんだろ。で、出す前に攻撃していく。どこ行った、待てよ、チャンスだ、今がチャンスなんだけど見つけらんねえ。見つけらんだ。ちょっと、もうちょっとあの分かりやすく音とかで教えてくれません？どこ？あ、痛い。そしてなぜか攻撃モーション入ってなかったね。ということで倒したよ。なんだこいつ、何なんだ。まずホログラムっぽいですけども、謎のモヤを残して消えていきました。ザントの分身か、え、何だったんだろう。とりあえず中に入るわけにはいかないので、これをスルーしつつ弾のところに向かいましょうか。これは何、ミドナちゃん。この世界を照らす光、ソルだよ、ソル。ハイラルの光の輝きとは随分違うだろう。いや、随分違うね。なんかちょっと蛍光っぽいというかね、白ってよりも緑に近い変な色だな。だけどソルの力はこの世界の命の源、パワーそのものなんだ。なるほど、これをどうすればいいの。そうだ、これがあれば、リンク、このソルをこの世界の入り口にいた仲間の元に運んでやってくれないか。あ、なるほど、そうすればあの人たちの呪いを解くことができるかもしんないってことね。ちょっと待って、この手動くな、どう考えてもマドハンド的な感じでしょ。時のオカリナの、うぅ、すげえ、これがあれば闇の力を退けられるんだ。じゃあソルの力、もしかしたらザントを倒すとき結構重要になってくるかもしれませんねって言ってたら、やっぱそうだよね、動くよね。どうすればいいの。ちょ、あいつ倒すの。何、来てるよ、来てるけど、あいつなんだ、攻撃すんのか、行くぞ、おら、なんだ、おら、倒せるか、倒せはしないのか、倒した、あ、え、どういうこと、あ、これここにはめんじゃないの、ここにはめる。そうすれば、なるほどね、階段ができて、これもう一回持ったらダメだよね。そうだよね、そんな気はしたよ。はい、君たちまず倒します。で、こう、うわ、また動いてる、あいつ、ちょ、来ないで。あ、こいつ弾を取り返そうとしてんのか。まあ、じゃあ弓矢でなんとか撃って、フックショットね、これで多分弾をこっちに持ってくるんでしょう。オッケー、いや、ちょっと危ないよ、リンク、置かないで。てか、持ったまま開けれる？あ、開けれるんだ。ちょっとそこは特殊な仕様みたいですね。これまでの扉だったらなんか物を持ちながらとかはちょっとできなかったんですけども、まあ、うん、なんか、あの、ハイラルにある扉とは仕組みが違うんでしょう。ということで、じゃあこいつを持って入り口のところまで戻りますよ。何？出てくるよね、そうだよね、そんな気はした。マリオ USA のあれみたい、あの仮面みたいな感じですね。これを持ってる限り、ちょっと待って、宝箱まだあるな。え、どこ行った？ちょ、危ない、待て、まず君たち倒さないといけないんだな。はい、君たちを倒します。で、待って、来てる、やつが来てると思う。来るな、ほら、一発、二発、三発でとりあえずダウン。で、ちょ待って、え、たく、間違えた、リンク違う、ちょ、元に戻って、はい、元の姿に戻って、でソルを持って、え、その宝箱は何、上か、まだ宝箱判定があるんですよ。ここをとりあえず置くよ。はい、ここを置くと、あー、上だ。ちょっと待てよ。一発に二発で、ちょ、やめて、ここで三発入れて、はい、あいつがダウンしてる隙に上に登ります。で、ここまで来たらフックショットであれを取り寄せたいけど、いけるか、リンク、時間かかりすぎ、微調整に時間がかかりすぎ。オッケー、ナイス。で、ぐるっと回って、これは投げんのか、ほい、投げる。ちょ、落ちないで、あんまりその勢いよく投げないで。このトワプリのリンク不器用なもんでよ。そっち側宝箱あるんだよね、ある。どうすんの、あれ、フックショットか。ちょっと待って、来てるな、こいつ。わかった、一回取らせよう。で、ここで、おや、痛えな、ちょ、やめて、それ返せ、おら、オッケーナイス。で、持った状態で、いや、持った状態じゃ無理だな、一回でも行くしかないから、ちょ、行くよ。はい、こう来て、とりあえず持って行かせなきゃなんとかなると思うから、一回しゃあねえわ。え、上か、上の、え、これ行ける、行けなくない、ちょ待って、うわ、上から行くんだ、これ。落ち着け、こうして、
これこっからじゃ、いや届かないよな。ちょ、お前来んな、お前来んなって。無理だ、一回降りよう、一回降りるって持ってきてもらうしかないか。いや待って、こっちからだったらいけるかもしれんな。こうしていて、ちょ一回フックショットで、はい、ここ来ます。でこっからだったら上届くね。はい、上届く。でここで降りて、待て、あいつ弓矢で落とさせよう。おら、よし、ナイス。あ、一発で落とすんだ。なんだ。でこの奥の、ちょっと待って、落ちんなよリンク。落ちるのだけめちゃくちゃまずい。はい、中から、うわー、ちょっと画面アップで気持ち悪いですけど見えないよ。ミドナ2のハンコね、ありがとう。ハンコゲットしたのはいいけど全然見えなかった、ハンコは。であいつがダウンしてるうちにこれを持って、ちょっとやめて、この下のよくわかんないやつがめちゃくちゃ邪魔で、ここ置きます。で置いたら、はい、地面が出てきて、こんにちは。こっから、あ、持った状態でもさ、フックショットでさ、ゲットできるっぽくね。やってみるか。これで、フックショットでいいんじゃねえの。あ、やばい。ちょ、返せ、それ。ちょ、やばい。ちょ、返して。弾返して。落とした？まだ？なんで一発で落とさないんだよ。さっき落としただろうに。オラ、オッケー。で、これ、こっから届くかな。オッケー、届いた。ナイス。でもう宝箱は取れたので向こうに行きましょう。いや、こいつとの追いかけっこが大変すぎるんだが、あのムジュラの仮面とか時のオカリナでもさ、この手が追いかけてくるマドハンドだったかな、当時は、っていう名前の敵キャラがいて、多分そいつのオマージュ的な感じですよね、こいつは。待って、もう一個宝箱あるわ。あ、左右の滝だ。オッケー、分かった。まあ来るわな、来なかったらおかしいわな。最後の最後まで追いかけてくるつもりなんでしょう。来ないで。ソルをちょっと住人の人たちに持って帰んないといけないから、こっちだな。はい、ここ取って、え、どうすんの、上フックショットか。フックショットで、はい、上に行く。宝箱の中からは、そろそろハートのかけらとかだと嬉しいんですが、どうでしょう。来たー、ハートのかけら、ありがとう。ただ来るよな。あれ、ここは来ねえのか。あ、もしかしたらここはギリギリ来ないのかも。ただこれ投げないと、あ、坂道やめて。はい、どんぐりコロコロでこっちまで来ます。やめて、来ないで。いや、この手の影を見ないといけないのとか、まんまマドハンドですね。で左右はもうこれ何もないんだよね。無視していくよ。オッケー、何もないわ。はい、体力とかも満タンですので構う必要はございません。はい、外に出て、え、これ住人の近くに照らしてあげればいいってことかな。まあ、とりあえずじゃあそれで行きましょうか。え、まだ追いかけてくる？ここまでじゃない？さすがに。これ以降は追いかけてこないと信じて。はい。ああ、なに？びっくりした。ああ、元の姿に戻った。こんにちは。あ、なんか、ちょっと優しい顔してるね。髪とかも微妙に見えますけども、この後ろの黒いやつはもともとこうなのかな？それともまだ、なんかその闇の呪いみたいなのが解けてないんでしょうか。そう、闇と影っていうのがなんか別物扱いなんですよね、このゲーム。影の世界はあくまでも光の世界の反対で、闇の力とか魔の力っていうのが、まあザントとかガノンドロフ、そっちの力でございます。なんでちょっとややこしいんですけどね、あの皆さんご理解くださいということで。いいぞ。で、あそこにも一人いたよな。よし、じゃあ元の姿に戻して、あ、その先行けんじゃない。じゃあこれ持ってれば、あの滝のところ多分行けるわ。うわ、なになになに、びっくりした。こいつこの先にソルを持っていくと危険だって言ってる。戻ろうリンク。え、この先危険？じゃあ言うこと聞くか。手前に戻って、あ、向こう側にも一人いるね。だけど、え、無理じゃね、投げたりはできないし、どうすればいい？あー、ここか。なるほど。一旦じゃあここに置く。これで、待って、置くところ二つあったぞ。ってことは、もう一個持ってこないといけないんじゃない？リンク、それはもう一つあるはずなんだ、やっぱり。それを探し出せば、きっとザントのやつも見つかるはずだ。ってことは、どう考えても向こうにあるな。そして、ここ光り出しましたが、おー、ハイテク。ハイテクっていうか、まあこれが影の力って感じなんでしょうね。うわ、あの人も早く元に戻してあげないとね。ちょっとじゃあこっち側からもソルを探してくるんで少々お待ちを。やっぱりリンクを攻撃してこないということは、まだ人の心を失っていないということなんでしょう。いや、こっちにもザントの頭とか、ちょっとさっきのマドハンド出てくるかな。こんにちは。さっきより難しいような気もしますが、え、何、ちょっと待って、まずあいつら倒すか。ちょっと待って、弓矢がさ、
思ったよりないんだよね。ほら、でもう一体。ちょっと待てよ。できれば注目で簡単に倒したい。注目で倒したいけど、こっち来て。この辺で撃つのリスクあんだよ。ほら、ナイス。で、あ、宝箱あるね、目の前に。え、そこまでどうやっていくの？フックショットだ。フックショットだね。あ、たたたた、ちょっと引き絞んないで。ここで、はい、壁にくっつく。で、ここから、え？宝箱あるよ。あそこにも宝箱あるよ。ここ行って、一回降りるよ。あー、なるほどね。タイミングだ。タイミングよく降ります。あそこの宝箱どうやって取るんだ？待って、左にもあるっぽいな。ありますね。コンパス見れば、うわっ！出てきた！これ弓矢でもいいのか？あ、弓矢はダメなんだ。これ待って、跳ね返せるんじゃね？マスターソードってさ、なんか、ああいう魔の力とか跳ね返せるイメージがあるんだが、ガノンドロフだけか？それは。一応やってみていいか？これ、跳ね返せ、いやー無理だ。ガノンドロフだけだ、跳ね返せるのは。じゃあダメですね。あの、ファントムガノン戦とかさ、よくこう、なんか、こういう闇の玉みたいなのをさ、弾き返してこう、リレーして倒すみたいな、まあ、ゼルダの伝説のね、定番パターンがあるじゃないですか。それかと思いましたが、違ったみたいです。まあ、盾を使えば、こんなのお茶の子さいさいですね。で、待って、もう一段階向こう行きたい。リンク間に合うか。よし、ナイス。こっちまでクリア、こっちのもんよ。オーラ、オーラ、オーラ、オッケー。光の、力、ちょっと待って、見よ、どこ行った？うわ、待って、そっち行くのずるいわ、そっち行くのずるいわ。え、これ帰ってくる？一旦宝箱開けちゃうよ。じゃあ、あんたらの基地の、なんだこれ、50ルピーか。てか、ルピーってあるんだ、影の世界にも。まあ、あんま細かいこと突っ込まん方がいいな。どこだ？待って、そっちずるいわ。そこずるい、いて、これ、戻ってこい、お前。こっちだ、こっち。戻ってこい。来た、ナイス、よし。言うことは聞いてくれるいい子みたいですね。ということで、なんとか倒しました。宝箱そこだよね。待って、もう2つの宝箱どうやって取るんだ？フックショットで引っ掛けるところがあるのか、それとも奥からソルを持ってこないといけない場所なのか。ちょっと待って、一旦戻ってみていいか。いけるんだったらもう今のうちに行っときたいよね。ほい、ソル持ってると色々ややこしいので、はいはい。で、危ない、この左右だけど、いや、いけないな、今んところ。フックショット、あー、無理っぽい。フックショットじゃ、掴まれるとこ、危ないな、掴まれるところがないから、ソルを持ってきてからまたなんか地形がいろいろ変わったりして、まあ、どうにかできるということなんでしょう。ということで、さらに奥に進んでいきます。またもやだ。ウルフリンクの出番か？うわ、ここにも宝箱4つもあるぞ。うわ、びっくりした、びっくりした、びっくりした。お前ら、おら、ナイス。ダブルで終わりか？まだいるか？え？全部で3匹だ。オッケー。じゃあ、これウルフリンクになんないといけないな。ちょっとまず中身を見よう。中を見て。どこに何がいる？あ、3匹いるな。おれ、おれ。終わったか？まだか？まだか？あと2匹？あと2匹だったらもう一気に行っちゃいたいね。ここで、おら、ナイス。いった？終わり。よーし、オッケー。うわ、中が見えなくても。てんやわんやなんですけども、これウルフリンクでも、あ、ダメージ入るんだ。あ、じゃあウルフリンクで行っちゃおう。ほら、来いよ。どこ行った？こん中出られたら、どうせウルフリンクじゃないと入れないですからね。はい、噛みつきでなんとか終わらせていく。そしたら、待て、宝箱がまだまだあるはず。え、倒し、うわー、もう1体いる。なんで2体もいるの？どういうことなの、この頭は。なんだ、うわー、もっといる。ちょちょちょ、いすぎいすぎいすぎ。おれ、あ、待って待って待って、めちゃくちゃいるやん。おれ、で、おれ、あ、オッケー、跳ね返りでダメージ入った。1体倒したよ。で、ここでもう1体いる、もう1体いる。あー、いやー、オッケー、ナイス。待って、これ使えば一発だな。オッケー、倒した、ナイス。あー、ウルフリンクの方が与えられるダメージはでかいのか。これは残土だけなんでしょうか、いまいち分かっておりません。そこの上、いや、出たのはいいんだけど、どうやって取るのそれを。え？取り方が分かる。まだいるね。ちょ、やめて。君だけ？君だけだったらいいけど。てか、奥に行く。あー、フックショットか。言うても小さな鍵を持ってないから、とりあえずフック、あ、違う違う違う、フックショットで上行ったら、さらに上に進まないといけないんじゃない？ここで、はい。上か？あ、上だね。こう来て、左右。うわ、もう一個一個取っていくしかないよね。よっしゃ、一個一個取りましょう。まずは一つ目。そら、危ない危ない。ああ、もうリンク出た。武器用トワイライトプリンセスリンク出ました。こういうことなんですよ。
これをやるのよ、トワイライトプリンセスのリンクちゃんは。なんで？ちょっと不器用すぎるのよあなた。ということで、はい、宝箱の中からはハンコ、ザントのハンコ。待って、ハンコめちゃくちゃ手に入ってる。47個、あと3個。もう1個ぐらいあるんじゃねえか？ないかな？ミドナのハンコとザントのハンコ。ミドナちゃんのハンコってこれで揃ってるんだったっけ？うわ、それにもよるな。やっぱ影の世界のキャラクターのハンコが手に入ってるっぽいもんね。はい、で、宝箱の中から50ルピー。もうルピーは正直いらないんですけどね。まあ、最悪マジックアーマーで、なんかこう、ご利用したりするときに使うとは思いますが、マジックアーマーもな、ちょっと、ご利用しがすぎるからな、正直あれずるいんすよね、ちょっと。まあでも、あるものは使ってこうというね、あれでやっております。モットーでやっております。MK のゲーム実況チャンネルということで、ダンジョンマップ、ゲットできました。緑の部屋は行った場所、黄色い矢印は現在地と、分かってますよ。あと一つだな。でかいから、ハートのかけらの可能性が高い気がするよ、流れ的には。そうだよね。今、ちっちゃい宝箱がルピーで、でっかい宝箱がハンコとダンジョンマップ。ってことは、これはハートの違うんかい。そうだった。小さな鍵もあるんだった。じゃあ、小さな鍵使って、向こう行こうか。いや、なんか、フックショットが大活躍してんな。なんで、影の世界にも、フックショットっていうか、まあ、クローショットっていう存在があるんでしょうか。それとも、なんか、たまたま影の世界の装飾が、フックショットで引っ掛けられるという、そういう話なんでしょうか。なんで今、A ボタンを押したよ、リンクさん。ちょっと不器用なんでね、この子。皆さんも、温かい目で、リンクの動きをご覧ください。ということで、またザントじゃないの、ホログラム。出てくるか？そいつを倒して、マドハンドっていう流れじゃないの？後ろが閉ざされていく。やっぱそうだよね。あ、今回は最初っからバリアが貼ってあるな。このバリアを解くためには、やっぱり、ザントが出てくる？あれ？来なくて、うわぁ、びっくりした、出てくるよね。さっきと色は全く一緒。まあ、戦い方も一緒でしょう。これは、うん。リンク、切れなかったな。なんだ、さっきより素早いってことか。よう分からん。まあ、とりあえず戦うしかないから。で、上からまた大量のコウモリかと思いきや、なんかわけわかんない卵みたいなの出てきた。あー、デグババだ。やめてよ。ほら。あー、これ大回転切りがあれば、なんかもうちょっと綺麗にいったかもしれんな。まあ言うてもしょうがないわ。一旦これ全部倒しちゃった方がいいと思う。そうしないと、食べられて動けなくなってなんかぐじゃぐじゃになるわ。はい、はいの。待て待て。はい、違う。あー、もうザントがいるならザント攻撃するよ。よし、オッケー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 。で、こいつも倒す。周りは正直いいかな。あれ？あ、なんだ？これ時間で勝手にやられんのか。うわ、先言って欲しかった。そして、ほら、あんた。ちょ、これさ、攻撃モーションに入ってから近づいた方がいいと見た。なんか最初のうちに近づくと、こいつどっかなんか行っちゃうわ、ワープして。よし、オッケーないっすよ。なんか出したな、今。で、あー、ミスった、今のは。これ、オッケーないっす、間に合った。スキー、いいよ、入ったよ。で、これで攻撃モーション入ってから。どこ行った？どこ行った？うわ、来た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 。うわー、ほら、やっぱりね。これ早めに近づくとね、ダメなんですよ。どこ行った？攻撃モーション入れ。見とくから。おい、ザントどこ行った？ザントどこ行った？どこ見た？痛い痛い、もう。なんでそんな分かりづらいとこにいるの。あー、今外もギリ入りそうだった。オッケー、攻撃モーション入ってるね。あー、これ月じゃない方がいいな。多分月で入っちゃうと一発しか入れらんないから、ちゃんと3回攻撃できるように入った方がいい。どこ行った？痛い痛い痛い、うーわ、マジか。ちょどこ行った？ザント、もう目があっちこっちで間に合わない。ほら、1、2、3、4、5、オッケー。もう5ってか、よ、5って言ったけど、4回だったね、今当たったのは。どこだ？今度は、そっちだな。いや、攻撃モーション。もう、MK さんもう年だからよ。目が追いつかないんだが、あなたの動きに。若いね、ザント。20代後半ぐらい。言うても私も20代後半だわ。ほら、オッケー、ナイス。もうちょっと若いのか、ザントは。いや、言うて、若くて戦王っていうのも、ね、どうなんだろうという感じはしますけども。はい、オッケー。なんとか倒すことができました。で、さっきと同じパターンだな。なんとか窓ハンド、まあ、窓ハンドじゃないんだろうけど、窓ハンドっぽいのが持ってるソルを向こうに持っていきましょう。で、途中で、宝箱が2つあったので、あれはとりあえずどうにかして取らないといけないな。やっぱり追ってくるよね。なんかさ、風のタクトにもこういうなんか、石の手みたいなのあったよな。あれ記憶違いか？なんかあったような気がする。なんか、
あれ手じゃないか、顔か、なんかあったよね、こういう機械系の敵、なんとなく見覚えあるよ。ということで、こちらはもう宝箱がないので出ちゃって OK で、ここももうないよね。あれ4つ全部取ったと思いますけど、増えることはないだろうから、ここももうちゃちゃっと進んじゃって OK。 宝箱は気にせず行きますよ、でその次が2つあるんだ。はい、これで真ん中まで行って、一度置いて、やっぱり追いかけてくるよねもうそのニュワーって出てくるのちょっとかっこいいなね、皆さんもそう思いません？でここ真ん中置きます。あーっと、なんだ、え、どういうこと、フックショットか、これじゃ上登れないよ。フック、フック、ちょ、待て待て、やめて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 、やめてやめて、やめてやめてやめて、オッケー。待って、こいつ倒しきれてねえな、倒しきったわ。フックショットで、こ、え、ちょ、待て待て待て、一回持て、一回持て。これ、あー、わかった、転がすんだ。こっから、こうだ。で、じゃあ、もう、下手くそ、リンク、不器用リンク。ちょ、待てよ。ほらー出待ち。そして、ここから、投げます。いくよ。待て待て待て、来てるんだけども、いやもう不器用か、リンクちゃん。で、はいはいはい、そこもとりあえず一回突進させる。でここで、はい、投げて、ちょ、OK、ナイス。結構あの判定が猶予あったわ。え、これどういうこと、あ、一回こう、ちょ、何、うわ、取られてるわ、もうリンクさん。おら、ちょっと待って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 、あー、もうついでにあの真上で倒せばさ、置いてくれるかと思ったけど、真上じゃなくなっちゃった。でこれ持って、こっからの方がいいな、こっから投げて、はい、この方が高いとこ行けるっぽいだよね。で宝箱は全部取ってるから、こっから届くか、ちょちょ、これ届かなかったら泣いちゃう。 OK ナイス、窓ハンドが来る前に入手して、入り口のところまで戻っていきます。いいぞリンク、その調子だ。でそこの2つの宝箱がようわからん、それなんだ。まずここ、うわー出てくるのは分かったって、それは大丈夫だって。待て、ここを落ち着け落ち着け落ち着け、来てる来てる来てるんだけども、来てるんだけども、その地面のタイミングが合わんのよ。ほう、いい、ほう、いいよいいよ、下か、下になんかスイッチがあんのか、ほう、いい、あ、その黒いやつか、それ何、あ、これは、これで光らせる、そうすれば、うわー、なんか足場が出たよ。違う違う違う、そっちじゃない、そっちじゃない、いや待って、あそこの宝箱が欲しいの私は、ここじゃない。いや帰ってきたのは分かるんだけど、今は無理なんかな、今は無理なんかも、一回戻ろう。でもう一回来よう、あれ多分ね、あの窓ハンドがいる状態じゃどうしようもできないんだわ。だからやってんのかな。いやでもね、罪っていうのはありえないはずなんですよ、このゲーム。罪はありえないから、行っちゃっていいと思う。で、多分後で戻ってきて、冷静にどうにかすると見た。ということで、はい、こちら戻りに戻って、あそこに備えていきましょう。ちょっとリンクさんの顔も青白くなっておりますが、リンク、いやいやいや、大変だった。よし、じゃあここ置いて、この先また進めるようになりそうですけども、まあ一旦今回はこれぐらいで終わっておきましょう。じゃあ次回、ソロをここに置いてね、さらに先に進んで影の宮殿攻略していければと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。よく見たらちょっと可愛いね